アムロ風実況ガンダムオンライン実況者のエテポンゲです。よろしくお願いします。はい、こちら、シャングリラの連邦なんですけど、なんかエフレンより機体強くないか。メインで使っているあのエフレンよりなんか機体強いな。排入持ってないしな。メインのやつ排入持ってないし、なんだったら量産型ニューガンダムのこれもなんか当たってたし、シルバーバレットもあるし、レベルも高いしな。試作1号機だって。これ、まあ、排入ガンダムなんですけど、これもね、あの武装、今までこの連射式フィンファンネルと、このニューハイパーバズーカだけだったんですけど、このビームライフルを採用いたしました。これめちゃめちゃ強いんですよ、これ。まあ言ったらこれナイチンゲールの手法のビームライフルみたいなもので、逆になんでこれ使ってなかったのっていう話、うん、なんでもっと強く言ってくれなかったのみんな、ちょっとショックだ。なんでもっと強く、なんでこれめちゃめちゃ強いです。これを持たした排入ガンダム、そしてこの、なんか当たってしまったこの排入ガンダムの量産型ニューガンダム、まあ、こいつもまあぼちぼちのビームライフル、そしてこれはこのニューハイパーバズーカに関しましては排入よりも優秀です。そして排入に持ってないこの照射タイプの、ビームカノン F、はい、これを持っています。使い方によっては排入をも超えるかもしれませんね。今日は、どっちが本当のニューガンダムなのかを、確かめようと思います。はいはい、本日のフィールドはテキサスコロニーですね。今週からどうやら3拠点のテキサスコロニーみたいです。まあ拠点が、2つだろうが3つだろうがやることは一緒ですね。基本的には3を維持し、6番と3を意識しつつ戦っていきます。戦闘態勢に移行してください。できればね、格闘、まあこここそそれこそローゼンズールなどが活躍できるフィールドですね。次回ローゼンズールテキサスコロニーにて咲くデュエルスタンバイ。よし、まず排入ガンダムで3番のダッシュに向かおうと思います。落ちろ。よし、了解、発進いたします。エテポンゲリハプティズム行きます。やっぱあれだな、これキャラクターちょっとキャラクターリメイクしようかな。女キャラだとやる気出ないわ、ちょっと。女キャラはやる気出ないわ。メスとかマジで。メスが。ほんと。女キャラとか弱いし、その時点で。男キャラの方が強いし、力強いし。とりあえず、北に抜けないようにちょっと見張りましょう。北に抜けないようにだけ、そこだけは注意する。ここね。はい。よし、ブーストの管理が大事。ブーストの管理が大事。うだー。なに？敵か。危ない、味方に殺されるとこだった。
このね、あのビームライフルもちゃんと使っていきますんで。おー、強いわー。やっぱりね、いや武器はね3つあった方がねいいかもしれないね。うん、あの武器はいっぱいあった方がいいよね。うわっ、うん、どこ行った？今の敵でしょ？努力部に当てれば。やばい、逃げろ。来てる。よし、やった、いいものが手に入った。ちょっと安全に使いすぎかもしれないな。いやけど、ニューガンダム、ハイニューガンダムにはそれだけの価値がある。回収しなきゃ意味ないわ。ニューガンダムにはそれだけの価値がある。大事に使え。抑止力、こいつがいるってだけで抑止力になる。どうしようかな。3番来る気配ないけれども、いや間違いなく来るな。3番はマークしておかなきゃいけない。間違いなく来るから。北も押してるし、まあ、南はあのオセロしていただいて、ちょっとマップ拡大しておきます。俺に任せろ。遠いな。かかってこい。さすがに不用意に降りては来ないか。コンテナを回収した。くらえ。私はどうすればいいの。危ねえ、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 調子乗った。よし、危ねえ、危ない。いや、このねビームライフルがまた強いんですわ、本当に。まあ9発しかないので、しっかり当てなきゃいけません。そこは試されるエイム力ですね。いかがかしら。来てないな。よし、拠点を占領しました。よし、このまま3番。あー、けど今のタイミングで来たか。やりおるわ。エテポンゲが引いたと見たら3番に固めてきたか。ヴィランを3番に。あんまり来たで。ニューは使い、ハイニュー、ニューガンダムは伊達じゃない。どこに撃ってる。ちゃんと狙って撃て。ふい。あー、ダメだ、怖い、怖いけど、怖い、怖い。来てる。いかがかしら。来てる時は引くな。意地でも引くな。あー、どいて。どっちから引く。危ないか。耐えた。拠点を占領しました。この勇気ある一歩が戦況をひっくり返す。まあ今リードしてるけどでもね。これどうしようかな。こっち発進の方がいいかな。何？たかがメインカメラをやられただけだ。ダメだ。ビームライフル発進だとちょっと縦が機能しないことがあるから、そこだけ気をつけなきゃ。あれはわ、威力は高いものの、やはりシールド使えないっていう部分はありますからね。まだだ。来てる。なんだ、弾幕が濃い。見えない、前が濃すぎる。
やはり思い切って前には出てこないな。この状況で前に出たら死ぬだけだから。よし、これでいい。ちょっとずつちょっとずつ当てていこう。欲張らずに、欲張らなよ。回復がいいけど、あ、来たな。これは頃合い見て、よし、切り開く。逃がさん、逃がした。見える、俺には見える。出たらカメラが使えなくなる。2秒だな。2秒ここで飛んでたらやられるな。違う、敵じゃない。なんだこれは。よし、いいぞ。ちょっとずつ上げていこう。よし、開いた。相手は引いたぞ。今しかない。前が上、ダメだダメだ、あ、燃え。よし、ここまでだ。限界だ。エテポンゲ下がります。これでいい。もうこのニューガンダム、お、ハイニューガンダム1期シリーズ、1期シリーズ、こいつなら乗り切れる気がするな。これはてか連邦軍強、連邦軍めちゃめちゃ強いやん。何これ。このまま続ける、断層が空になるまで倒し続けてやる。何これ、 PS とかそういうレベルじゃないのかな。これもしかして、もしかしてそういうレベルじゃない話なのかもしれない。よし、この、北を押している隙に、2番も取っちゃおう作戦開始。2番取っちゃおう作戦、リロード、リロード忘れてる。簡単にレーダーは置かせないぜ。よし、集まってきてくれ、みんな。北に集まってるよな。取るぞ。あっ、ユーガンダムは伊達じゃない。溜まってくれゲージ。よし、取った取った、取っちゃった取っちゃった、取っちゃった。よし、ここは、あーっと、帰った方がよかったな。帰るべきだった。これはいけない。アムロ行きます。アムロ行きます。帰らせてくれ、頼む、帰らせてくれ、帰ります。よし、一回ちゃんと補給して、次はどうする、次はどこを撃つ。7番は行っている。2番か、2番から湧くか。よし、はい、代理からも、代理指揮からも2番からどんどんという指令が出ています。こちらのコンピューターで簡単に動きが読めた。一体どういうつもりで、一体どういうつもりで。あ、打ち切ればよかった。うわあ、よし、これは裏を通るか。行かせない。これは大変失礼をいたしました。いいぞ、これでいいぞ。あ、そうか、ここは3拠点なんだった。
すまない。道を教えてくれ。後ろ。やはり来てたか。そりゃそうだよな。後ろ来てたよな絶対。まあ、頃合いだな。わー通ってるじゃんそっち。わーそれを行きたい。それは参加させてください。アムロ行きます。アムロ行きます。あーボリノックさん、惜しい。くそできる、できる。まだだ、まだまだいける。こいつの機動力なら。見え見えだぜ。それは見えてたぜ。何？動いて！これが本当のローゼンズールの使い方なのか。勉強になったわ。勉強。ファンネルからの、ファンネルからのサイコジャマ。勉強になりましたわ。6番は渡さない。勉強になった今のは。致命的な損傷箇所を修復します。はあ、この機体まだ調整の余地がある。諦めない。石の中にも残念。私も頑張ります。当たってくれ。ダメだ、こいつ使い慣れてない。使い慣れてない機体ほどこそ雑魚いものはないぞ。よし、いけるのか。何、何を食らった、何を食らった。くそ、もうちょっと待っとけば、もうちょっと待ってたら味方来たのにな。やばい、調子乗った、完全に調子乗った。これはこれはまずい。5、6、3、5、5分、6、4分、うん、4分。エース動かしてもいいでしょうか。エース動く、エース動かしてもいいでしょうか。動かしてもいいでしょ。アムロ行きます。行きます。よし、やっとガンダムと、ガンダムと一体になれた。僕が一番ガンダムをうまく使えるんだ。これ3点式だよな。三点式、理解して。何十人となく無駄死にをしていた人がいるんです。逃げていけばいい。逃がさん。僕が一番ガンダムなんだ。あー、ちょっと2番行けばよかったかもしれないな、これ。そこ、よし、果たした。3番。この数さすがに面倒だな。そう、もうちょっと X 殴りたかったな。ちょっとなんか腑に落ちない結果になってしまいました。まあ逆にね、逆にこんだけ押してて、2番が
踏まれている状況、2番に湧きやすいということ。ということは、X の防衛よりも2番から湧くことの方が多い。そして今6番も、湧け、うわぁ、角決まった！ GG。そう、この状況。今しかない。続け。お前は。くそー。その程度で歯向かおうなど論外だ。ちょっと俺も武者ガンダム欲しいな。出撃する機体を選んでください。出撃する地点を選んでください。この CT はもう仕方ないですね。こんだけ押してたらもうしゃあないわこれは。うん。もうゲージ飛びそうだしね。核も決まりましたし。出れるか？出れるんだったら、もう一、あ、ちょっと待って。あー、取られた！返して！僕のガンダム！返してくれ！ガンダム。ガンダムを取られました。出して出して出して、あ、シランジュ、あ、やりました、我が軍の勝利です。はい、ってことで結果、連邦、バチクソ強いですね今。、今連邦バチクソ強いらしいですね。この差は、この差はやばいですね。圧倒的ではないか。個人の評価を報告します。結局本物の、本物のニューガンダム決定戦は、はい、ニューガンダムです。はいはい、はい、ニューガンダムに決定しました。どうやらね、この勝者タイプのね、モビルスーツはちょっと、あ、合いませんね僕には。合いません。いまいち使いどころがね、理解できませんね、この勝者タイプのやつはね。射程もそんなに長くないので拠点まで届きませんでした。はい、ハイニューガンダムということで決定しましたので、皆さん、しっかり、覚えておいてください。はい、では今回は、本物のハイニューガンダム決定戦でした。ご視聴ありがとうございました。